ステップ4、締め言葉。今回のマジュアルは、古典工,工学から量子工学へだったんですけれども、それが、量子技術としては、それが、IF じゃなくて、それが、WEN h になってるんですね。そして、その、えっと、いつになってるかそれに,については、まあ、だんだん近くになっ,てるなってきてるんですが、そして、もう、 量子計算機、クントムコンピューターズも使えるようになっている状態なんですが、それが第二量子革新の最先端になっているんでしょう。そして、それに、あのクワントムネットワークなんですが、それがそんなに遅れてないんで、まあいくつかのデモンストレーションがあ,るあります。例えば、量子鍵配送のネットワークなんですが、それが対一格子の場合には、それがもういくつかのネットワークがあります。そして、 量子もつツを利用するネットワークがそれが今開発中なんですが、それが世界中でいくつかのところで研究しているんですね。そして簡単な量子鍵配送の装置なんですが、それがもう会社の製品としてはできているので、使いたいならもう販売しております。そして、これを理解するためには、開発するためには、古典 光から量子光にはと変更しなければなりません。で、えっと、今回のモジュールの内容についてはちょっと繰り返したいと思いますが、まずは古典光としては、まあ最初には波動の基礎については述べたんですね。それが対面波があったし、そして定常波もあった。そして 波動関数、波動方程式については述べたんですが、それから、浮英解析をやりました。その浮英解析としては、それが波速としてはあの説明になるんですが、それから、その周波数のコンポーネントの解析になるんですね。そして、これがすごく一般的なツールとしては、えー、になりますので、 く光だけじゃなくて、いくつかの分野に使えるので、この浮解析については、それがぜひ覚,覚えていただきたいと思います。そして、マックスウェル方程式なんですが、それが自由空間には、まずはそれについては調べたんですがそ、そしてそれが光媒質にはやってたんですね。そして金属にも,にもやりました。 そしてと、量子光なんですが、その量子光はなぜ重要なのか、まあ、その光電効果については説明,説明になるんでしょう。そして、それの、まあ、結果としては、光が光子で作られている,ているというの説明になるんでしょう。それから、この量子言語なんですが、まあ、演算子、ハムルトニアン、 数状態など、いろいろ新しい用語が出てきてたんですが、それがまあ、最初に見るときは簡単じゃないかもしれないんですが、使ってみるとだんだん慣れてきますので、ぜひ引き続いてやってもらいたいと思います。そして、それの応用なんですが、その光単一光子の検出。そして、 ビームスプリッターとしての例を調べたんですが、それが古典の場合とのリオシの場合の計算手法の違いを調べました。そして単一格子の,の格子源については調べましたですね。そしてこれがまあ今回のリオシ光なんですけれども、これも重要な,なんですよね。そしてこれが 続いて、次のマジュアルもありますので、その次のマジュールとしては、それが量子インターネットのテーマになりますが、量子ネットワークは、今回のマジュアルの量子部品、量子効果については結構依存しますので、今回のマジュールはそれの元になります。そして、今はその用語とかにはあるんですけれども、量子効果、 を使うためには、それの計算手法などにはそれができてますので、次のモジュールには使います。そして次のモジュールとしては、それのいくつかの重要な質問があるんですけれども、もちろんそれがネットワークになりますので、そのネットワークの通信プロトコルは重要になるんでしょう。そして分散型の量子も連れを作れるようにはなりたいんですが、それが、 えっと、距離としてはそれがどうやってできるのでしょう。そして、その分散量子もつ,がもつれが作ってから、できてから何に使えるんでしょう。それのアプリケーション、それの応用には何気になるんですか。そして、まあ、多分皆さんは今の見ているビデオが,がそれが今の,の既,存既存の公程インターネットを使ってるんですが、その クラスシカルネットワーキング、古典インターネットなどについてのできている知識とその開発した技術は,は使えるんでしょう。で、それを調べたいので、それが次のコアントミ u m i n t e のマジュールで会いましょう。